新規唐揚げソーセージ牛丼ショーで、
山です聞いてもいいですか、はい、今普通普段と同じぐらいの忙しさですか。金曜日だったらもうちょっと飲んでもいいか。ああそうなんです今でも2階はもう満席な感じですよね。そうですね、2組は1席空いてるくらい。でもまだ余裕な感じで。そうですね。あそうなんです。2階がまだ全然埋まってないのか。土日は土曜日が多分結構やばい。あ土日忙しいみたいですね。今日の予約ですか。あ、そうです。またこの後何組か。そうですね、7時からとか何組か。結構予約多いんですか、普段は。普段はそうですね、満席なぐらいあるところもあります。
ちらで作ってるんですか？水餃子は下で皮伸ばして包んでます、はいはい、調理はじゃあ2階で。茹でるのはワンタンも水餃子も2階です。そうなんですね、はい、毎回1階と行ったり来たりで大変じゃないですか。若手にそれはやるんですか？結構あるじゃないですか。そうですね。あ、可愛いですね。あの、綺麗に、これでももう綺麗に整列して。そうそうそう。もうその、かなり、もう毎回洗ってるので。あ、これ今あの、白菜を塩もみして、うん、で余分な水分を取ってあともう一回あの冷水につけてシャキッとさせて、うん、そのごぼう白菜を絞っていくところ、うん、水分がめっちゃ出るんです。うん、絞るだけでもすごい大変そうですね。めっちゃ大変なの。どうしてこういうお店をやろうと思ったんですか？もうコロナの緊急事態宣言かまん延防止かわかんない何型、台湾ロスの方が増えてたので、うん、そのタイミングで、まあ、うん、飲食って大変な時期だよって言われながらも、うん、渡航できない方たちは集客できるんじゃないかなってところでオープンしましたね。でオープンからもずっと、まあ、行列までにはならないですよ。ずっとこう、うん、いつも寝込んでるんですよね、はい。まあ、建物見た時にすごく世界観出しやすいかな。すごいですよね、このこれ、あの餃子のレシピはどなたが考えて？私が、はい、そうなんですね、はい、有名店の料理長とか、うん、僕が食べに行ってファンになったお店のオーナーが、うん、有名店の方でいろいろレシピをヒントくれるので、割合だったりとかもらってテイスティングも清澄白河に O2 っていうレストランです、はい、その O2 の大津さん仲いいので入れてもらって、もう少しこうしたらいいとか、このグラム数だったらもう少しこうこういう握り方の方がいいんじゃないとか、プロにつけてもらいながら本当そうですね。ここにいらっしゃる前は何か違うことされてたんですか？そうです、全然違うことしてました、うん、ちなみにどんなことを？結婚式関係の全然違いますね。全然違う。
どういうきっかけでこちらに？私もともとその餃子が好きだったので、はい、いろんなお店の餃子食べてて、で塾面経営者の餃子がすっごい美味しくて、あの飲食店で働きたいなと思っていろいろお店探してたんで、美味しかったお店で働こうと思って。あ、いいですね。センスがすごいですよね、うん、お店の雰囲気もすごい私好きだったので、うん、おしゃれだなと思ってて、うん、この建物を見たときに、まあ、オルソーって名前にもつながるし、うん、なんとか層とかなんとか館みたいな、台湾でも中国でもあるなんとか層みたいな、うん、でちょうど直前で台南に行ってたので、台南 の, その古民家っぽくしたいなって、でこの鉄の鉄格子ですか、うん、それも職人さんに全部窓枠に合うように作ってもらったり、居抜きなんですけど、前はイタリアンで、はい、壁も黄色、緑、赤みたいなポップな感じだったんですけど、あ、もう全然違うんですね。全部白で塗って、でさらにそこからエイジング加工をして、で本当に台湾にあるような古民家っぽくして、まあ、オルソーって店名としてはアルファベットなんですけど、外、うん、にある看板は当て字で台湾っぽいなんか雰囲気を出したいなと思って、うん、だから俺も最初も家の人がいるんですよ。肉は2種類使ってまして、バラと肩ロースですね、うんうん、どちらも同量を 1.2 ミリと 2.2 ミリで引いて、 1.2 の方は、まあ、つなぎが良くなるように細かめに引いて、うんうん、で 2.2 だと、まあ、そのハンバーガーのパテとかそれぐらいのサイズの粗めに引いてもらってるんですけど、それはやっぱり最後までその肉の食感を残したいんで、うん、2種類引いてます。へー、肉2に対して野菜、うん、白菜だけなんですけど、うん、1の割合で入れてまして、しいたけをブランダーでパウダーにした、うん、粉とか、あとは昆布も少し入れることによって、うん、旨味を出したいかなと、うん、なんかタレにジャブジャブつけて食べるっていうよりかは、うん、まあ、お酒メインでやってるんで、やっぱりちょっとしっかりめな味付けで、うん、タレに頼らないようにしたいなと思って、うん、隠し味じゃないですけど加えてますね。お店は白山駅から東洋大学の方向へ1分ほど歩いたところにあります。予約は電話以外にもインスタでネット予約も可能。裏路地にひっそりと佇むお店はまるで台湾の古民家のよう、身近に台湾旅行の気分が味わえます。店内は1階と2階で70席ほどあり、2階がテーブル席、1階がハイカウンターになっています。白を基調にした店内は家具や小物までこだわった作りになっています。ぜひ一度本場の水餃子を試してみてはいかがでしょうか。